昼間の狩り本当に一緒に来るの？いいだろう、足手まといになんねえように頑張るからさ。ウサギがこれまで自然の中で学んできたこと俺も今のうちに学んどきたいんだよ。命には限りがある、そんなこと考えずに今まで生きてきた。あいつらは俺に託して死んだ。俺ももう少しで死ぬかもしれない。今は1分1秒無駄にしたくないんだ。おやすみ。でも目がおかしいなら早く治療した方がいいんじゃ。園遊会が終わるまで無理だ。どうして？園遊会なんてどうでもいいでしょ。もしこのまま目が見えなくなったら。どうでもいい。どうしてそんなことが言えるんだ。園遊会には地元の名士や著名人がたくさん集まる。そこで下手なお菓子を出せば光月庵の評判は地に落ちる。俺の光月庵が終わる。そうだ、光月庵を誰からも愛される店にする。そんな理想の店にいたします。必ずお約束いたします。椿は何も変わってない。私が好きだった椿のままなんだ。だからって私は光月庵を自分のものにすることを諦めないから。ママが残してくれたものを私のものにする。ママの潔白を証明する。そして私が椿を光月庵の呪いから解放する。ねえユキト君。ん？私ね、うん、ユキト君が作家とモデルですごく忙しいと思って会いたいのにずっと我慢してたの。まあ、会いたいなら会いたいって言えばよかったんだけど、なんか言えなくて。でこのままユキト君と会えないまま自然消滅しちゃったらどうしようってずっとモヤモヤしてた。あ、いや、まあ、自然消滅って言っても、まだね、私たち自然消滅なんかするわけないよ。え？えっちゃんのこと好きなのにこの気持ちが自然に消えちゃうわけないよ。ユキト君。あの時俺が傘を差し出していればあの子は死なずに済んだ。今さら犯人を捕まえたってあの子が生き返るわけじゃない。今のはこちら三浦市晴海交差点。くるみ、おい、聞こえますか？くるみ、くるみ、くるみ、誰か聞こえますか？聞こえる？響き、くるみ、響き、よかった。響き、今どこにいるの？今港にいる。くるみは怪我してないか？大丈夫か？なあ、助け
助けに行く。なあ大丈夫か？くるみ！早く！待って、聞こえない。くるみ、もう一度。くるみ、返事して。くるみ！くるみ！私を孤独にする、月のない夜。助ける、絶対。なんでだかよくわかんねえけど、全然負ける気がしねえ。なんてるやつだ。青木くんと井田くんはどんな感じなの？え？どんな感じって、手はつないだ。そうなんだ。でもこれからどうすればいいかちょっと迷ってて。そっか。やっぱり次はあれだよな。やっぱり俺たちがそんなことするの変だよな。変じゃないよ。でも井田はどうかな。青木くんがそうしたいって思うなら、井田くんもきっと一緒じゃないかなって。私もよくわかんないけど、なんか力になれなくてごめん。いやいやいや、こういうの話せるの橋本さんぐらいだし、すごい助かってる。ありがとう。吉岡さんどうですか？あ、すみません、どうすれば売り上げがとかそういうのはちょっとわからなくてすみません。ただ思うんですけど、クリスマスって幸せの象徴みたいなところあって、キラキラしてて、でもちろんそれでいいんですけど、なかなかあんまりキラキラばっかりしてると一人だったり寂しかったり、なんか辛い思いとか持ってると目を背けたくなるっていうか、そういうのもあって、なんかそういう人もちょっと触れたいなとか見に行きたいなとか思えるような、そういうクリスマスだったらいいなって。小学校の頃はいつも図書館にいて、まあ UFO の本とかが好きで、見たいなってずっと思ってたんですけど、僕小学校の頃からいじめられてたんですよ。で、すっごい殴られた日があって、もうほんと全身傷だらけで、これ絶対親にバレるなって。親にバレるのって一番嫌じゃないですか。だから、帰りたくないなって思って、マンションの屋上で暗くなるまで空見てたんですけど、 UFO 来い UFO 来いってずっと念じてて、まあ本当何時間もいたと思いますね。すごい未だに見たいなって思う時はたまにありますね。UFO じゃなくてもいいんですけど、なんか
現実離れしたものが現れる瞬間みたいのが。待てよ待てぜ、とどめを刺せ、貴様維新によって侍から誇りを奪い、俺から死に場所を奪い去った。今度こそその手で俺に死に場所を与えろ。拙者はこの酒場とに、もう人は殺めぬと誓った。